ちが大丈夫だ、中井だけが死んだから。しんすけもう寝ろ。しんすけ黙って寝ろ。しんすけいい寝た。何してんだよ、早く寝ろ。寝ろ寝ろ、段取り悪いんだから。これがバラエティやね。台本読んでへんからマジわからん。俺今3人出てきて担がれた時ほんまにびっくりした。台本読まないかんわ、びっくりした。出ていいのマジで。新助さん、はい、新助さん、はい、今寝ろ寝ろと言われて本気で寝たいと思っている新助さん、あ、カメラの前は避けてください。はい、あ、テレビの前は新助さんすいません、避けてください。どうぞ一旦寝てください、大丈夫ですよ。寝ていいですか。なんか今日ね、打ち合わせした時にね、はい、僕寝れんだけ心配やったんですよ。寝れるやろって思ったら、はい、寝れないみたいなこと言われたんですよ。寝ていいの。はい、あの例年ですと、あの中井さんのためにですねお布団を敷いてあるんですが、今年は新助さんが総合司会ということで、ぜひそこで一旦寝てください。俺ね、大体ね長時間の番組無理なんですよ。でも今年はあの新助さん初の26時間ということで、ここまでどうでしたか、自分で振り返って。いまいち思うことは時間が経たない。あの俺の気分的にはね、もう16時間ぐらい経ってんだけどね、はい、時計見たまで4時間しか経ってんの。びっくりする、俺こんなペースで明日の夜9時まで無理よ。いやまあでもなんか26時間っていつもより1時間短いじゃないですか。はい、そうなんですよ。こう始まってみて思うと本当に行列やっててよかったと思う。1時間でも早く終われて。あららら、本当に寝ちゃって、そろそろあの2人が登場されるかな。マジっすか。俺会いたくないやつがいんねよ。寝られるかどうかわからないんですが。いやマジでほんまにね、はい、俺杉本君とは長いこと会ってないんですよ。えもう何年も会ってないんですよ。あ、今日はさっきおたやん。これやからな。なあ、え、なんて、なんや、どれぐらいぶり、何をや、会うの。お前さっき会うてるじゃん。さっきフラで会うただけやないか、お前1週間。お前1週間ぐらいやろ。なんで会うてないよ、お前。農家で会うたやないかい。どこの、どこのって。会うてへんよ、お前。松本が結婚した時にお前会うて一瞬会うた。あれ、お前ほんの2週間ぐらい前やないかい。お前はもうボケたな。絶対2ヶ月ぐらい経ってるよ、お前。お前まだタバコ吸ってんのか、やめや、体に悪いから。芸能界でも胸張ってすでにお前と武田鉄矢さんだけやぞ。他にも探しゃいるやろ。鉄矢さんやめへんねんて。いいや、タバコ屋で大きなったからな。ああ、そんな俺は俺だけやめられへんて。まあそんなことどうでもいいけども、お前あれやよね、会うてないって言うけど、お前メール来るからか、電話とメール来るからか。違う違う、電話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 はな。じゃあお前メールや、こないだこの間メールでお前あのちょ、そうやね、あれちゃうねん、あのね、まあ、僕ら白髪ないんですよ、ほとんどね。ちょっとだけお前真っ白、うん、俺ちょっとやらんねん、ここだけ、うん、ここはここだけあんねんけど、散髪屋さん染めてもうてもここ残りよんねん。そうやろ、ここだけ染めてほしいねん。ああ、ほんでその話をこの間の土曜日に鑑定団取ってる時にしたやん、うん、ほんでスタイリストさんがさんまさんがこの間すごいこと言うてましたよと、うんうん、ね、うん、誰も聞いてへんのに、うん、一生懸命周りの人間に髪の毛染めるのはこれにせえ、これにせえ、ちょっとこれ誰も聞いてへんのにって言うたそれ。、まあ、そういうそういうニュアンスの話じゃ、誰も聞いてへんのにあの人喋ってましたって、そのスタイリストが、うん、いいよっておかしいやろ。いやいや、みんなが聞くから俺が喋ってるわけやね。じゃあじゃあ誰も聞いてへんっていう状況はないねん。じゃあじゃあみんな俺の話を注目して聞いてくれてはるん。違う、いやそういうことだけちゃんとして、そういうところだけ嫌やねん、お前ね。お前何をどんな悪いことを言うたって平気やけど、そこが嫌やな、誰も聞いてへんのにとか。いやだからな、お前前から気ぃつけ言ったやろ、うん、お前は立場が偉いからみんな聞いたふりしはんねん、うん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 、ほんまは聞いてへんねん、ほんま聞いてるよお前。みんな早帰りたいなほたんねん。そんなことあるかお前。お前な、身寄りやないからいつまでもそう言うたい。誰が身寄りだ。身寄りはいるわ。お前身寄り、いや身寄りないからいつまでもスタジオや楽屋にいたいけど、スタッフは早く借りたいんだよね。だからお前のベラベラベラ喋ってんのはみんな聞いたうれしさけど、うん、心の中では早く黙れよ思ってはんねん。あのね、しんすけ君、申し訳ないんだけど、あのみんな俺の話を楽しんで聞いてくれてはんの。テレビで言えない話、ほんでまあ本番以上にいい運びで行くからね俺。いやー、ほんとにな、
あのスタッフに聞いてみよう。俺スタッフ普段の方が面白いと思ってる。普段の実力がテレビ出たらなってみんな口にするこれ。お前だって絶対寝てへんやん、ね、寝てへんよ。寝てへんやん。お前電話かかってきて。お前寝てへんやん。だってこの間朝の5時頃お前と生活な気になっちゃうわ俺ね明日4時半頃とかね泥酔やねん。ベロベロよってんねん。なんでお前4時半頃留守電入れようって電話したらこいつ普通にもしもしって言ってたの気持ち悪いわ。気持ち悪いのええねんけどもお前泣きながらなんで起きてんねんってわけだわ。何やねんあの泣きながらなんで起きてんねんって。いやいや なんで泣いたかいう理由も知らんし、うん、俺の声を聞いて泣くわけないし なのに、なんで起きてんねんっていうのある普通お前なんで起きてんねんっていうトーンで喋るべきやな。ちゃんなんで起きてんねんあれおかしいぞ。あれは説明したら、飲んどんね俺ああ9時半頃から。ああ飲んで飲んで飲んで寝ようかな思うんだけどもうそれからガーッ飲んでいってなんかわーってなんか俺熱くなっだからあの時モテたでしょ。要するにいろんな女優さんから言い寄られたりしてきたのを振ってよそのお姉さんの愛に走った時やもんねああ嫌だ嫌だ言いながらねいろんなことあったよね。あんたはね人のこと言ってるけどあんたはねどうなってんだよ。そういえばおいどうしようかな。おっぱいのでかいやつにねバラされたりなんかしてたのか。あらおっぱいのでかいやつね。かっこいいだろ。かっこ悪い。今回はその20年前のこと本出されたりしたからやね、うん、あのなんだあの人あの眉毛ボーンがあれあれねよかったよね。よかったよね。俺なんか、うん、あなたも手出したの出す、うん、それがあるからっていい感じしてんだ俺は。あやめえやめられたあのほらなんだやめられたのおかしいな。殴られたなんかって言って。ああ、DV でよ。その時に、俺のところ相談来たんだよ。嘘ほいであれだよ。俺、その時に、相談事があったが、わかったわかったって言って、またねって書いちゃったんだよ。うーわー、ラッキーやねー。書いちゃった。もうちょっと書かれてんねや。あ、もうちょっとだよ。よかったなと思って。かっこ悪かったね。そんなところで書かれた二人ここで喋ってたアホみたいもんね。ちゃんと本当にじゃあ孫可愛がってるからよかったわ。今弔辞に会ってきた感じ。なるほど。結局なんだ俺死んだらみんなあっちの方に行くんだろ。お金、うん、お食べてんの。そんな高くないでしょ。食べてないそれよ。俺知らないんだよ本当に。あ自分の今どんだけ貯金あるか知らないよ。全然知らない。ないでしょあなた。俺はないんだよ。お俺30何年間小遣い制だからたまにだから長者番付を見るときに うちのかみさんが俺を追い抜きそうになってるんだよ。でも働いてないだろこいつは。でカッコしてビートたけし奥さんって書いてあるんだよ。社長やからね。変だろだって俺が働いてなんでこいつが追い抜こうとかって言ってるんだよ。ああそうしてるんだ。奥様なんかちゃんとしてやるんだ。かみさんは何かやってるかもね。あほんならもうそれはもう十分やよね。だって熟年離婚ってあるんだろ。ある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 。そろそろ捨てられそうなんだよ。いや、ね、スライドも知らないしね、うん、あんたの過去を振り返ったところで。いや恥ずかしいだろういい年して。いやいや一緒に暮らしましょうよ。いやだ俺やだよ。うさくしゃねえやねん。うさくてしょうがない。部屋ではしないこんなじじいは。やだよ俺は。じゃああんた欲しくなるってこんなんさ。やだ養老院で隣さんまの部屋俺で変な一人のババ取り合ったのに。やだ俺あいかんちゃんだよ。あいかんちゃんだよ。うまいかな。どうだ、たけちゃんとかなんか言ってんだよ。カラスはいねえとか。あんたも映画見てんねやろ。どうだ、このたとえち。いいだろうとか言うて。でも、しょうがないよ。いやいや、本当に離婚されてもしゃあないしね。あんたそういうわけのことしてきてるしね、過去に。ほんま反省して、人生を60になったのを機に。だってさ、変な、たまにさ、山田かなんかがさ、アダルトビデオくれるじゃない。これいいやつです。あいつ絵の元がね、いっぱいよ、うん。その時なんかな、今だ集めの趣味なの。あいつね、タケシさんとか言ってね、今一人暮らしですかと。いや、たまにかみさんと、いや、たまにかみさんだってそういうことはないでしょって言うから、ねえねえねえってな、絵がありますよなんて言ってくれるやん。もうワクワクしちゃってさ、ワクワクしちゃってさ、あ、急いで書いちゃって、鍵閉めちゃって、さあなんて言ってさ、ビデオつけちゃって、あったら違うビデオが入ってくる。正座した親父が来ていきなり書道始めたんだよ。俺いやこう分かったってこれいつでこれなんかやるんだってこの筆で女体をこれ触り合うぞ。まず一の書き方こうこれ取るわけじゃない。こ
ポーってやるから、いや、分かった。これじゃあ、スコーン食えんだなと思って、じゃあ最後までやっちゃうんだよ。え最後まで書道。最後に漢文書いて終わりだよ。なんだこれ。どうなってんだこれと思って。俺はもうほとんどパンツ脱いで座ってんじゃん。ティッシュ置いて生産状態だよ。ほんでずーっと漢文見てんだよ、こうやって。それでね、怒りながらね、パンツ上げてね、トイレ行く姿はね、本当に恥ずかしいよ。そう。あんた、ほんま惨めな体してるしね。貧相な体だよ、もんね。腹ポテンとしてね。俺なんかひぼったんじゃん。バカバカな。ブリーフは似合うよね。今は、トランクスさん。あんだけブリーフにこだわったのに。ブリーフかっこいいだって、ももがさ、透けちゃうんだもん。遅くなってきたから。うん。あれ、タウンなんて人で会うとき恥ずかしい。あ、変えたんだ、やっともう、何トランクスにさ、竹地域。はい。菊池竹雄とかなんか言った。竹雄菊池。ラルフ・ローレンとか。ラルフ・ローレンとか。パンツ見て。竹雄菊池だ。もう、福助やめた。もう、老けたんだ、しょうがないだろ、お互いに。いやー、悲しいねー。